早川県、早川県は、福岡市交通局、福岡市地下鉄が2009年、平成21年3月7日から導入した、サイバネ企画の IC カード乗車券である。福岡市の登録商標、第517万5032号他である。2017年、平成29年9月1日に発行枚数が100万枚を突破した。地下鉄での利用。 将来的に他 IC 乗車券との相互利用を開始すると同時に導入する電子マネー機能などはイコール早くてやイコール優しくて環境や人に買いコール快適な券イコール券カードであることを早いからという意味の博多弁、速やか券にかけた名称であると発表している。全国相互利用サービス対応の IC カード、乗車券としては唯一ひらがな表記となっている。 早川県自体のキャラクターは特になくカードには早川県の文字とともに福岡市地下鉄のキャラクター地下丸のイラストがデザインされているカードの裏面の右下に記載の番号は FC で始まる15桁の英数字であるがこの FC は福岡市 A 地下鉄のアルファベット表記福岡地下鉄シティサブウェイの頭文字を取ったものある 乗車カードとしての利用可能範囲は、福岡市交通局の全線全駅。早か、県を使用して、JR 九州、西鉄各駅との連絡乗車券を購入することは、できない、連絡定期券の搭載は可能。無記名式、大人用カードのみ、記名式の2種類あり、記名式には、定期券機能も付加できるようになっている。記名式及び、定期券には、小児用。 割引用、障害者本人用、介護者用、福祉割引証もある。なお、割引用の場合、早川県、エリア以外での SF 利用はできない、地区飛線など、福岡地下鉄外に乗り越し場合や JR 線や、西鉄線の乗車時に、あらかじめ券売機で乗車券を購入するか、西鉄バスなど、バス路線や地区放電機鉄道など路面電車の下車時に、 乗務員に療育手帳など障害者手帳の確認をしなければならない。また、割引用連絡定期券は発行できない。このほか、ANA が発行する ANA マイレージクラブ会員を対象にした ANA 早加券を2009年12月16日から発行しており、マイルから早加券ポイントへの交換が可能となっている。加は記念カードも定期券や 記名式カードにすることができる。カード発行時には、デポジットとして、500円が必要となる。カードを返却するときに、デポジットは返却される。記名式の場合は、公的証明書が必要。カードに残高が残っている場合は、最大220円の手数料が発生する。2010年3月13日の交通系、IC カード4主管の相互利用開始に合わせ、 電子マネーとしての利用を開始した。早川県が主導的に導入されている施設は、福岡市地下鉄各駅の周辺及び、福岡市の公共施設席が中心であるが、相互利用により多くの施設等で利用可能。早川県として電子マネーが導入されている施設は、以下の通り。ないは、導入日。早川県には、ポイント機能がついている。守護家の、 ポイントサービスのように乗車ごとにポイントが累算されるのではなく、1ヶ月単位の地下鉄、乗車料金の金額によって、ポイントが貯まる仕組みとなっている。ポイントの計算方法は、毎月1日から月末までの間の地下鉄、乗車料金の合計、100円未満切り捨てで算出し、合計料金ごとに、以下の基本ポイントとボーナスポイントが付与される。付与されるのは、 翌月の10日以上からポイント付与率が最も高くなるのは1ヶ月で12000円分利用した時の1040ポイントである。これは8.6%分となり従来の時期式 SF カード、F カードのプレミアム分に比べて定率なっている。2013年1月1日にボーナスポイント加算が改定された。ポイントの積算は早か剣を用いて 福岡市地下鉄の改札機で入り出場した場合に限られ、券売機での乗車券の購入や電子マネーとしての利用、他社線での利用はポイントの対象外となる。また、駅窓口での生産処理もポイントの対象外となることがある。ただし、福岡市地下鉄と JR 唐津線、筑肥線を早川県で直接利用した場合は、ポイントアップサービスとして、 JR の乗車区間に関わらず一乗車あたり10ポイントが付与される。守護課も同様のサービスあり。貯まったポイントは1ポイント1円換算で SF、ストアードフェアとして使うことができる。ポイントの交換、ポイントチャージは早か券、対応券売機もしくは定期券売り場窓口で行える。交換時はポイント残高をすべて SF に一括交換するのみで、 ポイントの一部のみを交換することはできない。上記の相互利用の各カードを導入していても、全国相互利用サービスに非対応のため、早か県が使用できない事業者、路線が存在する千葉都市モノレール、ピタパエリアの一部の事業者など、また JR 東日本の列車のグリーン車に導入されているグリーン車、スイカシステムや西鉄バスの乗り継ぎ割引機などのように、 はやけんで利用できないサービスもある。相互利用の対象はピタパはストアードフェア機能のみ、それ以外のカードはストアードフェア機能と電子マネー機能に限られ、ポイントシステムは対象に含まれていない。特ア用 IC カードは相互利用の対象外となっており、割引用やかけんは相互利用エリアでは使用できないほか、割引用マナコ、 障害者用にもかは早川県エリアでは使用できない。東海道、山陽新幹線のエクスプレス予約による、新幹線 JR 在来線の直接、乗り換え口での IC 乗り継ぎサービスは、守護課エリアの博多、小倉の両駅、及び水課エリアの首都圏、東京熱海間、都課エリアの東海地区、三島名古屋間、愛古課エリアの関西、山陽地区、 前原広島間と東北、上越、北陸新幹線のうち、スイカ首都圏エリア、東京那須塩原、高崎間、仙台エリア、郡山仙台間、新潟エリア、長岡新潟間、愛子家の北陸地区、金沢駅のみ、各在来線連絡駅で利用可能である。ただし各種 IC 乗車カードはいずれも原則として、会社間、 および同一カードの個別のエリア間をまたぐ利用はできないため状況によっては利用できないこともあるので事前に確認する必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。